セの入り口中央ヨーロッパ大学は1991年に創立されたハンガリーのブダペストにある英語で授業を行うスタイルの国際的な私立大学院大学である。米国から正規の高等教育機関としての認定を受けている。同大学では社会科学、人文科学、法学、公共政策、ビジネスマネジメント、環境科学、数学の学位を取得できる。 100カ国以上の国からの出身者を含むおよそ1600人の学生が学んでおり、教員は300人以上で、出身国は学生同様30カ国もの国々にわたり、総じて極めて国際的でリベラルな交風である。ブダペスト出身で共同創設者の一人であるジョージ・ソロスは、設立にあたり4億2000万ユーロを自身のオープンソサエティ財団を通じて、 同大学に出資している。その後の、さらなる資金援助により、セウは、現在、8億8000万ドルもの豊富な大学基金を持つ、ヨーロッパで8番目に、資金力のある大学となっている。セウは1991年に創立されたばかりの、未だ若く新しい大学であるが、すでに優れた業績で知られており、様々な大学ランキングにおいて高い評価を得ている。 ドイツの新聞リーツアイトの調査によれば、政治科学部はヨーロッパにおける最も優れた政治科学部の一つであり、第5位に位置づけられている。また、QS とプンバの調査によれば、常にヨーロッパの最も優れたビジネススクールの一つとされている。セウは1991年に共産主義の崩壊と共に設立され、創設の目的は、 開かれた社会と民主化に向けた取り組みを研究することにあり、西側をモデルとした教育機関が地域間の協調を推し進め、民主化に向けた旧共産主義国の新しい世代のリーダーを育成することであった。設立から10年を迎えた頃より、関心領域はさらに世界各国における民主化や人権へと拡大され、学際的な研究と実際的な政策決定を 主導し、良い統治と法の支配を広げるため、地域研究と国際的な研究を組み合わせた比較研究を発展させている。ありがとうございます。